Minsk. Legium Harsinta. Hui! Arvo! まだ諦めんぞ。
誰が相手だ。奪われた。もう食べるものがない。何があった？賊に襲われ食べ物を奪われたのです。米粒一つ残らず。そやつらはどこへ行った？北東の森の中へ。盗みを働いたことを後悔させてやる。殺してはなりません。賊も生きようと懸命なのです。約束はできぬ。年寄りから食い物を盗むほど困っちゃいねえ。米がなくなってもそう言えるのか。太刀を抜け。
米だ。盗んだものに違いない。よくぞご無事で。取り返したぞ。お米、最後に口にしたのはいつのことだったか。盗まれたのではないのか。どうか、お許しを。たばかったとは。このような時に賊に食わせてどうするのです。それに殺さぬように頼んだはず。致し方なかった。ああ、私のせいで。嘘をつかずともお主を助けておったぞ。これきりにします。信じてください。少し疲れたか。本当か？間違いない。小屋から飛び降りたと思ったら、猛虎に太刀を突き刺したんだ。屋根から襲われる心配もしなくちゃならないのか？心配するのは。ご遠慮なくご覧ください。病人を癒すためにある薬師が向かっているのですが、間に合うかどうか。病人はどこだ？野営にいるルミンです。病に侵され救いの手を待ちわびています。猛虎の手は筒まで伸びておるな。カイドウも危ういはずだ。その薬師を守ってやらねば。
たお侍がいるって。志村様のことだろ。違うよ。どうやら多くの手を逃れた。お手伝いできることは。たこよ、またお越しください。あの盲目の奉仕。お侍様、お譲りいただけるものはございますか。これほどの品はありません。お達者で、お侍様。さあ、うちの道具を見ていってください。騎士平原に着いた。菅笠衆はこの地におるらしいが。あの煙、焚き火ではない。蒙古の荷車が襲われたのか。菅笠衆の仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。向こうにもムクロが見えるな。ここまで逃げてきたのか。陣、酒井陣か。龍蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。
まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば叔父上も報いてくだされ。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が？今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。友田の恨み晴らしてやる。一人も残すな。引くでないぞ。当然だ。天王が不敵。晴らしてやる。一人も残すな。囲まれるなよ。肩が上達したな。そうか。お前はヒゲが生えたな。騎団の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれん。愛も変わらず強引だな。歩くのか。こっちだ。最後に会ったのはいつだった。二夏前の長尾家での刀比べ。あの後お前はどこに消えたのだ。菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜ菰田で声をかけなかった。侍相手に忙しそうにしてたろう。俺も酒盛りしてたしな。一杯くらい付き合ったのだがな。ああ、だろうな。
車だ。飯が残っておりやもしれん。体。お侍、お侍。お主のものか。その通りです。馬と米を盗みやがって。猛虎どもめ、命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった。大平砦で。畜生、小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ほら行くぞ、宿営は近い。おじ上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われてもな。菅笠衆を武家にしてもらっては。総領はお前だ。なんだ、猛虎に奪われた島でか。必ずや取り戻す。お前の名も鎌倉に伝わることになるぞ。本気で言ってんのか。戦う甲斐はあるだろう。寝言は寝て言え。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか。仲間以外は信じるなど言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが、今は迷いが生じている。一味は何人おるのだ。半分に減ったが、まだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ。猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろう。食い物を貯めてると。おそらくな。策はあるのか。まあ見ておれ。おい心臓、これだ。食い物はどうしたんだ。あの侍は。聞け、これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか。策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る、殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまぬ、他意はなかった。いいさ。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。知らみはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。俺ほどの男前とはいかねえが、悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら、猛虎からお地獄を取り戻す。恩に切るぞ。ただし、頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。Merci fürs Zuschauen und see you next time.